これさ、ちょっとここにさ、ここに栄養補助を書いてください。そうそう、そうしてください。はい、脳の方がで自力でここは自分で食べたやつだけ。そういうことですね。はい、わかりました。見せていただけると、はいはい、ちょっと見づらいかな。塊を一切感じない。でも元気だってね、いいことだけど、もらってるから元気で。あげないと多分、ね。あげてる多分。めない。なめよな。なんか一応草も食べようとするんだけどね。なんか口の中を気にしてる。そんなに伸びてないなら敏感なのかなこいつ。そんなに気になるね。別になんか口内とかないですもんね。奥まではなかなか見えないですね。でもね、もしこの辺ができてたらね、よだれが出てきますね。あ、そうなんですか。うん、あ、よだれは出てないもん。それもなんかちょっと嫌な匂いのよだれが、粘稠性のあるようなよだれが出てくる。ただまあ、でもそういうのが出ると相当ひどいですけどね、この辺は。まあ、そこまで来ちゃうと、もうひどい。ええ、またよだれは出てないけど、なんかね、流動食食べたりとか、うん、他のなんか、その柔らかいフルーツ食べるときに、たまに、ぐっって言うんですよ。なんか引っかかってるみたいな。たぶん、なんか奥で引っかかってる。口の中に違和感があるんで。そう、ね、そんなで、手でこう、シュッシュッってやるもんで、ね。なんかあんた食べにくいのかねって言っとんだけど、分からんだよな。流動食やるときにさ、はい、流動食やる注射器を口の中に入れてるんですよね。入れてます、うん、それはそんなに嫌がらない。嫌がるけど、あるそのスッと入るポイントの時は、一応まあ飲み込んでるのかな、一応もぐもぐしながら食べるけど、こいつあれなんですよ。このシリンジの中身がゼロになると終わるっていうのは分かってんのか知らないけど、食べてないくせに一応口の中に含んで、ペッペッて出すときあるんですよ。だからもう少しずつしか出さないです。ちゃんとやった。コスブラシにすごい。特殊シャーブの変なことを。あの B の薬さ、はい、買いますわ、ちょっと。あ、何食べないんだったら。はい。今メキシカムっていう非ステロイドの消炎鎮痛剤なんですけど、はい、ステロイドの消炎鎮痛剤。あ、強い方ですか。どれどれにします。これ、まあ後でちょっと処置終わってからもう一回説明しますけど。はい。
より強い消炎鎮痛作用がある。で、あと、いい作用はご飯食べたくなるし。じゃあ、まあ、痛みと食欲が出る。だからよく飲んでおしっこもたくさん出る。あ、そうだ、水はまあ普通ですね。そんなに減ってはない。ただいけない副作用は感染に対して弱い。あ、そうだから、まあ、A の方に抗生物質が入ってるはずなんだけど、はい、それは抗生物質が入ります。はい、それと入ってるね。で毎日2週間以上ね、はい、使うとね、やっぱりいろんな副作用が出ます。皮膚が薄っぺらくなるとか、過呼吸になるとか、場合によっては神経症状、喧嘩が起きたりとか。で、もう最初から2日に1回で出します。2日に1回、はい、2日に1回で飲んでいくと、そういう長期投与の副作用はほとんど出ません。あ、うん、ただ、2日に1回にしても感染対して弱いというのが出ますので、ね、だから抗生剤 A はしっかり飲ませてくださいね。はい、じゃあ点滴します。うわ、取れるな、結構結構ね、毛も最近やっぱつかむとね、結構抜けるんですよ。